さんお花が大好きでね、子供の頃はこんな花をたくさん育ててたのよ。これ花っていうんだ。へえ。でも今はこんなシェルターの中だから本の中でしか見られないわね。本物はないの？昔なら地上に咲いている花を見せてあげられたんだけど、そう、あんなことさえなければ。ある日、巨大な隕石が地球を襲った。人類はこの衝突と隕石から発生した有害な大気により人口の大半を失う結果となった。さらに隕石に付着していた謎の生命体が人類を襲う怪物と化したのである。人類はそれを恐怖した。怪物と有毒な大気から逃れるため人々は地下シェルターでの生活を余儀なくされたのである。そして8年後、シェルター内西側通路で外気漏れが発生。付近の住民は至急退避してください。チーフ、ここの壁です。このパーツ取れますね。これはなんだ？子供たちがどこにも見当たらないの？なんだと？うわー、広い。なんだ、外に出ても平気じゃないか。そういえば本当だね。それよりも早く探しに行こうぜ。うん。今花子のハンカチを見つけた。やはりここから外へ出たようだ。そんな、大気服も着ないでですか？それは分からんが、あの子たちならスーツを着なくとも大丈夫じゃないだろうか。あ、でも外には怪物が。もうすぐ作業が終わる。そうしたら私も外へ探しに出る。あなた一人でですか？まさか他人に事情を話すわけにはいかんだろう。ええ、それじゃあなたも気をつけて。ああ。あれから8年も経つのね。残念ですが、このままでは。そんな、あなた、やめてください。そんなことをしたら、この子たちを救うにはこれしかないんだ。これしか、この細胞を移植するしか。あれ？どうした？はあ、ああ、あの子たちの体、8年前よりも怪物細胞の割合が多くなっています。そうですか。怪物細胞が侵食し続けているんです。やはり8年前あんなことをしなければ。しかしそのおかげで私は8年間あの子たちと幸せな日々を過ごせたのですよ。
散々心配かけて。ごめんなさい。でもどうして地上なんか出たの？出てはダメだとあれほど言ったじゃない。ごめんねお母さん。でも僕たちそのお母さんの誕生日にお花をプレゼントしたかったの。ありがとう。でももうもらったわ。二人のその気持ちが母さんには最高のプレゼントよ。Thank you.